こんにちは、言語化プロデューサーの岩民です。今回はアウトプットするためのコツとあとメリットについてお伝えしたいと思います。ビジネスにおけるパフォーマンスを上げたい方や自分の表現力をアップしたい方、そんな方は必見です。一般的にアウトプットすることがすごく大事なんだよみたいなことって言われてますよね。でもじゃあ具体的にアウトプットするとどんなメリットがあるのか皆さん語れますか？またアウトプットするためのコツっていうのがあるんですけども、それについて皆さんご存知ですか？今日はそこら辺について徹底的に言語化していきたいと思います。まず最初にアウトプットすることによるメリットですよね。やっぱりメリットがないと人なかなか動きになれないですよね。なのでアウトプットするとどんなメリットがあるのかしっかりと理解していきましょう。まず一つ目、インプットする時の姿勢が変わります。インプットの仕方が変わってくるんです。なぜかというとアウトプットすることを前提として様々なものをこう取り入れようとするんですね。そうするとあ、これってアウトプットできるんじゃないかなとか、これアウトプットする時にどうしたらいいかなっていうふうに考えながら物事を見るようになるんですね。そうすると今までなんとなく見ていたものだったりとか、なんとなくこう聞いていたようなことっていうのがすごく意識持って見るようになるんですよね。そうすると全然こう吸収力っていうのが変わってくるんです。ここら辺はすごい理解できると思います。自分がすごい興味があってすごい知りたいなと思ってるものっていうのはすごく前のめりでこう勉強したりとかするから、やっぱこう吸収率高いですよね。それと全く同じことが起こってくるっていうことです。そしてメリットの2つ目、これはアウトプットすることによって当然なんですけども知識が深まるんです。もちろんこのアウトプットの仕方によってもこの深まるかどうかっていうところには結構差が出てくるんですけども、このアウトプットを続けていくことによって確実に知識が深まるようになってきます。これ単純に一度知識としてこう入れたもの1回目タッチしてますよね。でしかもそれをこうアウトプットするってことでこう2回目のタッチがあるわけですよ。なんでこう知識に対して1回ではなく最低でも2回触れているっていうところでの知識の深まりっていうのが当然あります。またアウトプットするときにこれをこうどういうふうに言おうかであったりとか、こうどういうふうに伝えようかみたいな感じにこう考えるんですよね。なのでそのことについてただこう一回こう知識が入って出てだけではなくって、そこにこうどういうふうに伝えようかなっていう思考が必ずそこに付随してくるはずなんですね。だからもちろんこう読んだことをただこう写し書きするだけとかだとちょっとやっぱ知識としてはこう深まるっていうところにはならないんですけども、完全に自分でそれをこう理解してこう書き直すであったりとかこう伝え直すみたいな形になると、やっぱこの知識の深まり度っていうのはすごくより深くなるっていうところがあります。そしてアウトプットすることのメリットの3つ目、これは必ずフィードバックが得られるっていうことなんです。もちろんどういうアウトプットの仕方をするのかによってこのフィードバックかなり変わってきます。 SNS だったりとかブログみたいなところでこう誰か第三者が見てくれるようなところで発信するっていうことになると、当然それを見た方たちからの感想だったりとかってのが戻ってきますよね。どういうものにみんなが反応するのか、あるいはこういうことを他の人はどういうふうに思っているのか、あるいは自分の表現方法に対してあ、これは伝わりやすかったな、これは伝わりづらかったんだなみたいなことが得られるようになりますよね。当然なんですけども、その自分のアウトプットに対してありがとうだったりとかすごい良かったよみたいな感じのこう反応があるとやっぱこうモチベーションが当然高まりますよね。なのでもちろんこうアウトプットといった時にこう人前で何かを出すっていうのがこう恥ずかしかったりとか苦手っていう人は自分だけでこうノートにまとめるみたいなことをしてる人もいるかもしれないんですけども、できればやっぱり反応がある何かしらこう外に向かってのアウトプットっていうものをするとより効果が高くなってくるっていうのは絶対あるので、ぜひそれトライしてみてください。いきなり自分の名前や顔出しでやるっていうのが苦手だな、そういうのちょっと無理だなっていう人は、まず最初はこう Twitter やインスタのペンネームみたいなところでアウトプット始めてみてください。ではこのメリットが理解したところでアウトプットのコツをお伝えしたいと思います。今回はあくまでもこう外の人たちに対して発信をするっていうところをメインで考えているので、こう誰かにこう伝えたいっていうところで考えていきます。そういった場合でのコツの1つ目です。自分が感動したり面白いと思ったことは何なのか、それを発信していきましょう。なぜならこれを発信しなくちゃいけないみたいな感じでこう決めつけてしまうと全然面白くもないし、なんかやっぱ自分が興味持てないことをいくら発信してもこうやっぱ届きづらいんですよね、相手にも。なのでやっぱこうその人がこう面白そうに話していたりだったりとか、あるいはすごいこれみんなに聞いてほしいのっていうこうやっぱ熱意がそこにこう溢れてくるっていう風になると、あ、この人すごい感動したんだねとか、これすごい面白かったんだねみたいなことがやっぱりこう伝わりやすくなるんですよね。なのでまず最初はこう
やらなきゃいけないと思ってやるぐらいだったらもうやらない方が全然いいと思います。どうせやるんだったら自分が面白いなと思ったりとか、これすごいとか思った感動の出来事をみんなに伝えるようにしてください。それが継続するためのコツでもあるし、みんなにも伝わりやすくなるっていう秘訣になっています。そしてコツの2つ目、なぜあなたがそのことに対して興味を持ったのか、面白いと思ったのか、自分の気持ちも一緒に発信してください。人が何かに対してこれすごいなとか、これ面白いなとか思った時には、こう面白いなと思ったところの背景に自分がなぜそれを面白いと思ったのか、なぜそれをすごいと思ったのかって必ず理由があるはずなんですよね。こう自分にはもう絶対できないっていうところが、まあ、根底にはあるのかもしれないし、あるいはこんなことできたらすごい素敵だよねだったりとか、こういうことができるようになったらきっとこうなんだろうなとか、あるいはこの人のこういうことができるようになったっていうことに対してきっとこんなすごい努力をしたに違いないみたいなところの自分なりの考察があったり、何かしらの理由っていうのがあるはずなんです。それを一緒にぜひ伝えてほしいなっていうふうに思うんです。なぜなら、この人こんなことできたんですよっていうのを報告するだけって、まあ、それたりもこうニュースみたいなもんなんですよね。なんかこの人がこれしたらしいみたいな感じのことを言うだけっていうのは、あなたがそこに存在していないんですよね。誰かがこれをできたらしいみたいなことを伝えたり、あるいはこう誰々がこんなことを言っていたみたいなことを言ったとしても、でそれはその誰かがやったことでしかなくって、それについてあなたがどう思ったのかっていうところがないと、こう単なるこう情報の横流しみたいな感じになってしまうんですよね。やっぱそれだとちょっとこう読んでる人にとってはあなたというものがこう全然ないし、やっぱりそのままではアウトプットとしての効果としてはすごく薄いんですね。やっぱりそれをより深めるためには、その出来事に対して自分がどんな感情を持ったのか、自分はどういうふうにそれに対して考えたりとか思ったりとか、あるいはこう他のどんな出来事とそれがこう自分の中でこう結びついてしまったんだみたいなところの、こう自分の中の心の変化みたいなものを一緒に届けるっていうことがすごくポイントです。それをすることによって、あなたってこういうことを考える人だったのねっていうのが相手にも分かるし、これやっていくと実は自分のことをより深く理解できるようになるんです。あ、自分はこれをいいと思ったのはなぜなんだろうって、こう自分に問いかけないとそれって分かんないんですよね。自分はここが気になった、ここが気になった、ここが気になった、ここがすごいと思ったみたいな感じの自分の感情の変化っていうのを逐一こうキャッチしていくと、あ、自分はこういうところに感動するんだであったりとか、あ、こういうものが好きなんだであったりとか、あ、こういったものを今どうも気にしているらしいであったりとかっていうふうに、こう自分のことをすごくこう理解深まるんです。なのでぜひこれはやってもらいたいなというふうに思っています。そしてアウトプットする時のコツの3つ目、どうせアウトプットするのであれば、その自分が気になった出来事に対してそこに書かれていた内容、それで見た内容だけではなく、もう一つ深めるためにそれについて調べるということをやってもらいたいんです。例えば何か本を読んだ時に、ここに書いてあった内容は面白いと思ったんだけど、いくつかこう意味のわからない言葉が出てきてしまったみたいなこともよくあると思うんですよね。なんかメタバースとか言われたけどわかんないみたいになった時に、メタバースについてこう書かれてる内容を自分なりに調べてみると、あ、メタバースってこういうこと言ってるのか、そっか、今からこれからの時代はこういうのが流行るってことなんだなみたいなことが理解を、よりその分野についてこう深まったりしますよね。またそこに登場してきたこう、例えばこうビル・ゲイツならビル・ゲイツとか、こうイーロン・マスクならイーロン・マスクみたいな感じの有名な人の名前が出てきたと、でも自分はその人物についてよくわからないみたいな時に、この人一体誰なんだろうみたいなことを感じたら、その方についてちょっと調べてみるみたいなことをすると、あ、この人ってこんなすごい人だったのみたいなところのこう事実が分かると、あ、なんだこれすごくないかみたいな、この人ってこれもやってたのみたいなところで、単なるビル・ゲイツって人がこんなことをやりましただけではなくって、こうマイクロソフトを創業したビル・ゲイツっていうのが、ちょっとこう様々なこうボランティアみたいな感じの慈善事業もいっぱいやってるんですよみたいなことで、単なるビル・ゲイツがこれをやっていただけじゃなくって、このビル・ゲイツって人はもともとこんな人だったんだよっていう情報を自分で調べて追加して発信するみたいなことをすると、当然やっぱりそこにはこうプラスの学びがあるし、こう理解度深まりますよね。そんな風にしてこう一つ得たところから、自分の興味関心あるいはこう気になったことをこう関連するようにしてこう調べていくと、学びって一気に広がるんですよね。
こう私なんかの場合も最初はこうビジネス書みたいなところからスタートしたんです。でもこうビジネス書をやっていくとこう歴史の話とかがやたら出てくるんですよね。なんかこう歴史は繰り返すって言ってねとか、江戸時代がこうでこうでとか、あるいはお金の起源はこうでとか、なんかいっぱい出てくると私はもう本当歴史がすごく苦手で全然理解ができなくって、なんかこうそのビジネス書を読んでいてもこう理解できないとやっぱすごい腹立つし、なんか悔しくって、あもうじゃあやっぱりこのちょっと歴史についてもうちょっと知りたいななんて思って、こう検索するだけでやっぱり足りなくなって、歴史についての本を読もうみたいなことをするようになると、ビジネスっていうところからこう歴史みたいなところがこうつながってきて、この歴史っていうものを今度調べていく中でまたたくさんのこう芸術家が出てきたりとか、あるいはこう宗教みたいな話とかがやっぱり出てきたりすると、あなんかこうすごい歴史の中でやっぱ宗教ってすごく大事だったんだってことをする知ると、今度じゃあ宗教についても学んでみたいなって思ったりとかして、宗教について学んでみようみたいな感じで、こう自分がちょっと知ったことがこんな最初はこんな小さなことだったんだけども、そこからこう付随してちょっと調べてみると、あこれも面白いな、あこれも面白いな、あこっちもあるんだとかっていうふうにどん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 こう連なっていくと、この小さな学びがこうどん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 こう大きな輪になってくるんですよね。そうするとこう世の中の起きていることのここら辺がこうすごいふわっとでっかいものが分かるようになってくるみたいなことが起きてくるんです。なのでアウトプットをするようになるとインプットの仕方がすごい変わってくるっていうところが分かってくるかと思います。そして当然なんだけども、このインプットが変わってくるってことによってアウトプットの質までがすごい変わってくるんですね。まだ自分でなかなかそういったアウトプットみたいなことしたことがないっていう人はですね、インスタでもツイッターでも自分のできるところからで構いません。少しずつ始めていくことによって自分のアウトプットによる効果というものが得られるようになると、インプットっていうものも変わってきます。そうするともう圧倒的にビジネスパーソンとしてのレベルがガン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 とこう上がっていくことになります。で皆さんこういう話をすると、あじゃあアウトプットできるようによしインプットいっぱいしようっていうふうに思う人が多いんです。でもね逆です。まず最初にアウトプットしてみてください。アウトプットしてみると、あ足りないなってことにたくさん気づくと思うんです。そしたら気づいたらそこからインプットを変えていくっていう方が圧倒的に効果高いんです。どんなにインプットをやってもアウトプットの練習ができてない限り、自分のやり方のインプットしかいつまでたってもできるようになりません。それでは効果が全く得られません。それよりもたくさんのアウトプットをしていくことによってインプットの質をどんどん変えていく方がもう倍速ぐらい変わります。私も自分でこう本の感想であったりとか、こういう YouTube みたいなことでどんどん発信するようになっていって、もう圧倒的にインプットの量もインプットの仕方もどんどん変わってきました。ぜひ皆さんも試してみてください。これからも皆さんの言語化のお手伝いたくさんしていきたいと思います。よければチャンネル登録してください。質問や相談については公式 LINE の方で受け付けています。ぜひそちらの方もよろしくお願いします。ありがとうございました。